ジェームズ・トニーはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。ミシガン州、グランドラピッツ出身。ミドル級、スーパーミドル級、クルーザー級を制覇した世界三階級王者であり、ヘビー級でも世界戦を行っている。1988年10月26日、プロデビュー。1991年5月10日、世界王座に初挑戦し、 IBF 世界ミドル級王者マイケルナンと対戦。11回 TKO 勝ちで、王座獲得に成功した。以後、6度の王座防衛に成功。1993年2月13日、IBF 世界スーパーミドル級王者、アイラン・バークレーと対戦し、9回 TKO 勝ちで、王座獲得、2回級制覇に成功した。試合後、保持していたミドル級王座を返上した。 スーパーミドル級は3度の防衛に成功した。1994年11月18日、4度目の防衛戦でロイ・ジョーンズ・ジュニアと対戦。3回にダウンを奪われるなどして、大差の0から3判定負けで王座から、陥落、デビュー以来の無敗記録もストップした。以後、マイナー王座の獲得、陥落を繰り返す。2003年4月26日、 IBF 世界クルーザー級王者はシリーズロフに挑戦。12回にダウンを奪うなどして3から0の判定勝ちで王座獲得3階級制覇に成功した。2003年5月27日、別れた妻との間に設けた娘に対する養育費の未納により、ミシガン州デトロイト警察に逮捕され、養育費を支払い2日後に釈放された。2003年8月9日には、 バーナード・ホップキンスとのビッグマッチが交渉されていたが、ファイトマネーの問題によりキャンセルされた。IBF 王座は防衛戦を行うことなく、返上した。2003年10月4日、ヘビー級に階級を上げ、リベンダー・ホリフィールドと対戦し、9回 TK 王勝ちを収めた。2005年4月30日、WBA 世界ヘビー級王者ジョン・ルイスに挑戦。 一度は三から零の判定勝ちとなったものの、試合後に禁止薬物のナンドロロンの使用が発覚し九十日間の出場停止処分と一万ドルの罰金が課せられ、試合結果もノーコンテストに最低変更となり、四回級制覇は幻となった。二千六年三月十八日、WBC 世界ヘビー級王者橋井村ム・ラに挑戦し、零から一の判定ドローとなり、 王座獲得ならず。2006年9月2日、2007年1月6日には、WBC 世界ヘビー級王座挑戦をかけた、試合で、サミュエル・ピーターに2連敗を喫した。2007年5月24日、ダニー・バッチェルダーと対戦し、10回2から1の判定勝利を収めるが、試合後のドーピング検査で、禁止薬物のスタノゾーロールとボル デノンが検出され1年間の出場停止処分を課せられた。トニーの禁止薬物使用が発覚したのはこれで2度目となった。2008年7月16日、ハシーム・ラクマンと再戦。3回序盤に偶然のバッティングでラクマンの左眉付近がカットし、ドクターストップによる TKO 勝ちとなったが、その後ノーコンテストと裁定が変更された。2008年12月13日、 空位のばヘビー級王座とナボ北米ヘビー級王座を獲得。2011年11月4日、デニス・レベデフと WBA、世界クリューザー級暫定王座決定戦を行い、0から3の完敗を喫し王座獲得に失敗した。2013年4月28日、オーストラリアで、ルーカス・ブラウンと対戦し12回3から0の大差、判定負けを喫する。 2013年11月14日、イギリスでワンナイトトーナメントのプライズファイターに出場。1回戦は3回 TKO で勝ち抜くが、2回戦でジェイソンがバーンに3回1から2の判定で敗れた。2015年8月8日、1年9ヶ月ぶりの試合でチャールズ・エルスと対戦し10回0から3の判定で敗れた。エルスは9勝3敗の戦績の格下の相手であった。 タメトニーにとって非常に厳しい敗戦となった。2017年5月13日、1年9ヶ月ぶりの試合でマイク・シェパードと対戦し6回以降勝利。引退がアナウンスされていた試合を勝利で飾った。2010年3月、総合格闘技団体 UFC と契約したことが発表され、総合格闘技デビュー戦となった8月28日の UFC118 で、 ランディクートアと対戦。テイクダウンを奪われ、片方目で一本負けを喫した。ありがとうございます。